ニューヨークゴリンゴラジオ自由の女神になりたくて、今週ついにニューヨークゴリンゴラジオ4周年を迎えます。 ありがとうございます。雨にも負けず、風にも負けず、コロナにも負けず、毎日毎日コツコツと石の上にも3年、頑張ってまいりました。そして気がつけばその石に座って早4年、いつこの石温まるんやねんって感じなんですけれども、私今年は年女、牛年の女でございますので、牛の歩みも千里で臨みたいと思います。しかし人生そんなに長うございません。はい、そこで自分のやっていることが早くに報われ、夢が叶うよう、また私のように頑張ってるんだけどなんだか結果が出せない人たちのために成功者の声が聞きたい。そこで私成功者を4周年記念にお呼びしております。では本日のゲストは、実は2周年記念にも出演していただいた、もう超が5回ほどつく超成功者、それでもう2年であっという間に、ドリームステアーズを駆け上った人気 YouTuber で貴公子のサディさんです。サディさん、よっ、ゴリンゴさんおめでとうございます。4周年、ありがとうございます。あれから2周年経ったってことですよね。2周年経っちゃったんです。もういい加減に2周年でパッとしないんですよ。1周年と3周年は奇数担当の人がいるわけですか、僕は偶数担当ってことですか。カインドオブそんな感じですね。結構使い回すんですね、ゲストの方をね。いや、奇数はね、自分がゲストってするんですよ。これは去年3周年記念に、はい、ゲストは私コリンゴだったんです。必要ですよ、やっぱりスペシャルゲストといえば私ってやつですよね。もうホストがゲストになったみたいな感じなんです。分かってる、成功の法則歩んでるところよ、それ。歩んでんのかな、これ。歩んでます。僕もね、スペシャルゲストは私だよって出てますから。来てんだ。僕やります。私スペシャル感っていうのはもうね、成功の道のど真ん中ですよ。ど真ん中だ、よかった。ふう、だってね、ほら、来年5周年記念また自分なんですよね。奇数だからね。奇数なんで、ね、6周年目またサディさんに出てもらうと思う。もちろん偶数は私の任せください。もうなって、そうなんです。4周年記念なので、はい、2周年記念の時にサティさん あのインタビューで、サティさんの生い立ちやら、はい、でまた貴公子になったのやら、そういう話をね、で海外、そんなこと言ってたんだっけ。もう何、全然覚えてなくて。もうそうそう、なんでサティさんの過去裏とかを知りたいし、はい、2周年記念に戻って、はい、ください。黒歴史を知りたい方は2周年記念に、サティの黒いところがね、がっつりと、はい、そう、それでですね、今回4周年ということで、もう先ほど、はい、言ったんですけど、成功したいぞ、もうサティさん、この2年でどこ行っちゃったんですか。あ、どうもどうもどうも、ご紹介に預かりました、成功者のサティですけど、皆さん、どうも皆さん、どうですか、庶民の皆さん、庶民の生活はいかが、楽しんでますか。庶民、寒いんでございますよ。それはニューヨークやからですよ、ちょっとコリンゴさん。でもコリンゴさんが成功しないわけがないじゃないですか。だって4年っすよ、もう。4年。もうね、成功してるんです、コリンゴさん。成功しますよ。僕がね、皆さんにお伝えしたいことは、まあ、コリンゴさんにお伝えしたいことは、もう自己肯定が高めにいいんじゃないかと。まだ世間が俺の面白さ分かってないんだと。世間が俺について、そう、あえて動画の編集はラフにしてあるんだと。本当はクオリティ高いの作れるけど、あえてラフにカットしてつなげるだけをわざとしてるんだっていうことにまだ気づいてないんですよ。あれわざと
ってことみんな気づいてないんだ。そうそうそう、そうです。だってあのね、映画関係者のコリンゴさんがですよ、ね、あんなこの切ってつなげてるだけなわけないじゃないですかね。もちろん全然ガチでなんてやってませんよ、もう。テクノロジーに追いつくの必死なんてわけないですよね。ノー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 よ。この機能もなんかまだ使い慣れてないですとか、ね、そんなそんなあれはもうストリームヤードとか変のカッパですよ。もうね、ライブ放送一応しようかって言ってましたもんね。そんな勢いでしたけど。そこまで合わせられる能力があればもう大丈夫ですよ。もうまだみんなが追いついてきてないってこと。時代がまだコリンゴレベルじゃないんですよ。私の時代はいつ来るんですかね。あと半年後です。もうストリームヤードをやり始めた途端に来ますよ。来たーストリームヤード、はい、ちょろいんですけど。ちょろいんですけど、今なんか片言になってるよ。あのね、いやほんまにほんまにこれね、ストリームヤードってみんな人構えるんですけど、めちゃくちゃ楽で、こんな簡単なのわざわざマニュアル作って YouTube やってる人がいるんやっていうぐらい、本当に僕みんなにお伝えしたらみんなすぐに、あ、できましたっていう、携帯電話よくわかんないですよっていう方もストリームヤード、あ、できました。そうなのよ、実はね、今朝、はい、木崎先生の、はい、出演させていただいて、はいはいはい、あの2年前ね、サティさんのクラス、はい、インターネット音痴の2人が、はい、富山の清美、ダブル清美が、はい、しかも漢字も一緒、漢字も一緒、もうあの美しく清くが2年経ったら清美先生びっくりこいた。そうですよ、どんどんストリームヤード使って超簡単って言われて、清美先生、もうね、コリンゴさんの質で清美先生じゃないですから、もうね、別人に今入れ替わってますから、もうすごいんですよ。サブスクライバー2000人ってもう清美先生。いや、コリンゴさん、今からですよ、もう清美先生がコリンゴさんの前のね、小道を砂利をきれいにしてくれてて、その後をコリンゴさんが歩きしだくんですよ、こうね、歩きしだくんだ。そんなおぼつかない、よりよりなよりよりなって方じゃなくて、もっと。いや、でもね、サディさん、これ、はい、的にね、ストリームヤードさえ使いこなせれば誰でも成功するっていうことはないと思うんですよ。いや、これはね、だからコリンゴさんのパーソナリティがここで生きるんですよね。だからコリンゴさんってもうありのまま 200% 出してるじゃないですか。あと 100% もう別にいいよっていうぐらい出してるじゃないですか。そういう人いないのよ。いないの？いないやっぱりみんな自分をきれいに見せたいと思うもんなんですよ。この僕も自分をきれいに見せたいと思ってた。でも、ね、諦めた。もう出すもう嫌な人生が僕全部何でも出そうと思ってるから、もうだってもうニキビのさっき白ニキビ出てたもん、前にもう海出てた。もうそれはニキビで悩むアクネ菌に悩む中学2年生3年生を救うんですよ、その放送が。アクネ菌のね、そうです、アクネ世代がそれのヒーローですよ。はい、ふっと掴むんだ、アクネ世代。ちょっとアクネねえやんっていうあだ名で多分学校中に知られるんですよ。やばい、アクネ姉さんになっちゃうんだ。あ、それは路線もいいですね。今ちょっと戸惑いが見えましたけどね。大丈夫大丈夫、ほらもうこの路線も3秒で乗り越えましたね。大丈夫ですよ。でもね、はい、サティさん、はい、前の時点で、ね、もうかなりすごかったじゃないですか、はい、もう人気 YouTuber に急になっちゃって、いや、でもね、これね、うん、やっぱり自分の住所以外はさらけ出したことで始まるんですよ。あ、住所、そう、もう、ね、もう YouTube の気が許すんやったら僕はもうね、あんなところも出したいと思ってるぐらい、もう本当にもう僕は結構体を張っていきたいなと思ってるぐらい、なんかそういう気持ちになった途端にぐわってこう結構来たんですよね。まあ、特にほら批判とかあるじゃないですか、メリタリに出たらどんないいこと言ってる人も、どんなイケメンでも、どんな面白くても絶対あのバッドマーク全然いるんですよ、うんうん、で、ここからちょっとビビってた俺がいる。
俺もビビるで。でもね、まあ、そういうのはもう悪歴と一緒にさよならしちゃうんですよ。でもうクレアラシルだもん。それが出てこなかった。今言いたかって。今そういうのが出てこなかった。ありがとう。ありがとうございます。なるほどね。いい軽さ持ってんじゃん、コリンコさん。私いけてんじゃんみたいな。あのその軽さいいよ。アクネ世代だからさ。僕もクレアラシル塗ってましたよ。もう全然治らなかったけどね。ちょっと小さくなったような、小さくなったと思い込みたいっていう感じでしたね。それでそのアクネ菌の、そうアクネ菌のアクネ菌が主役になってきたんで、アクネ菌はね、あのちょっと脇役なんですけど、自分を出していけば、もう自分をもう出せる覚悟があれば絶対伸びてくる。なんかね、やっぱ視聴者も分かるんですよ。あ、この人まだちょっと自分よく見せたいと思ってるなとか、まだちょっと出し押さえしてるなとかっていうのがちょっと分かるんですね。だからこう批判を恐れてるとかやったらやっぱり自分出せないじゃないですか。これ結構ね、気候とかエネルギーの世界でも言われるんだけども、やっぱり自分を出せば出すほど、出せば出すほどそれの周りも返してくれるんですよね。だからキャッチボールだから、だから自分がちょっとしか小出ししかしなかったらやっぱり小さいキャッチボールしか返ってこないんですよ。もう自分がもう全力でうわーって出したら、僕はもうドーンって感じで、うわーみたいな感じで。でももう、はい、鼻から全力投球で出しすぎて、アクネも出てるくらいなんですけど、帰ってこないんですね、ボールが。あの野球部のなんか、ネジャーとかこう、なんか、おかしいな、なんか。ちょっと遠くに投げすぎなんですね、コリコさんね。ガイアフライ、あ、超えた、ホームランじゃなくて、みたいな、その辺まで行ってるから、ちょっと時間がかかってくる。慣れすぎたんだと思いますよ。はい。コリンコさんもアイソン、家の住所以外全部出せるタイプですもんね。かなり出てるよ。え、そこまで出していいのっていうくらい結構、はい、ちなみにあのどこまで出しました、コリンコさん。あ、でもやっぱりレントゲンが一番出した。歯のね。もう私ほら、歯のプロフェッショナルなのに。そうだよね。失敗したね。だって美容家の人がメイク前を出すみたいなもんですもんね。それとかほら、あとね、もうメイクとかしないじゃない。はい、あ、それがいい、それがいいね。このね、シミとかかなりね。お前シミがある。濃くないんだよね。いい、そう、シミがある。キャンディー世代の人たちがバシつかみですよ。キャンディー世代が、もうだってアクリ世代はこれアウトでしょ。いやあったら安心する。いや、悪ねがあるのに、悪ねとして。そうなんだ。だから結構出してるわけよ。出してますよね。いや、本当に出しますね。もう出すとこないんじゃないかなっていうくらいですね。いや、もうね、そこまでもう全出し、もうあそこまで出してる。もうあそこなところまで出してるコリンゴさんに、もし僕がね、本当にすずめの涙がお伝えできるとすれば、必要な情報が必要な人に届いてない。それは、はい、それはね、それめちゃくちゃ簡単なんですよ。それは YouTube のタイトルとかにコリンゴさんのお届けしたい方が検索するであろうキーワードを入れておくんですよ。例えばコリンゴさんがアクネの世代に届きたいとしたら、ね、動画のタイトルにアクネ菌撲滅委員会発足とか、コリングがニキビをこういう方法で直しちゃったぞとかね。タイトルにどうするの？タイトルにいろんなことを入れておくと検索エンジンに引っかかりやすいんですよ。あのほらタグあるじゃないですか。はいはい、タグがあります。タグよりもタイトルの方がね、結構いいらしいですよ。マイガーでね、はい、で確かにそう、あの届けたい人に届いてないのだろうなと思ったんですけど、あの届けたい人が分かってないんだよ。待って、じゃあ一緒に届けたい人をちょっと考えていきましょう。あのコリンゴさんをどういう方に届けたいんですか、コリンゴさんは。止まっちゃう。もういっぱいありすぎてね。もういっぱいありすぎて困っちゃったね、今ね。嘘。止まっちゃうよ。コリンゴさんは理想、私はこういう人たちの間で噂にされたいわとかってあるんですか？マダムの社交会とかで私の名前が出たら嬉しいわとか、それとも小学生たちの間でこう、あの姉やんおもろいでって言われたいとか、おばちゃんたち
の間でこう言われたりとか。ターゲットとか全然絞ってなかった。ここ問題だ。そうですね。じゃあこの動画で皆さんにちょっとね、あの私こういう世代、私たちこういうの方が見てますっていうのをちょっといただくっていうことでね。ちなみにサティさんは、はいはい、ターゲットっていうか届けた人は誰なんですか？はい、僕もねめっちゃ適当にやってたんですよ。本当に適当にやってたし、タイトルとかも全然来らずにやってたんだけど、ラジオのインタビューとかで僕も一応昔ちょっとラジオパーソナリティさせてもらって、その時にやっぱいろんな人インタビューするでしょ。で売れっ子 YouTuber さんとかね、いろんな質問してたんですよ。やっぱり返ってくるのがタイトル、サムネイル、タグ、キーワード、この辺をちゃんと分かりやすく作っておくと。例えば僕の今日ね、あの清美先生のチャンネル登録者数2000人祝いの放送だったんですけど、した、はい、あの時に清美先生がね出てくれて本当にいろんな話をしてくれたんですよ、うん、もう生霊視ですよ。清美先生ってもともと霊感あるけれども、一応ね中性気学って占いとかそういうメソッドとか幕呼びとかね、そういうのでこうお伝えしてたけども、今日の放送って清美先生霊感バリバリ出して、もうどんどん霊視していったんですよね。でその放送に普段の僕なら YouTube のサムネイル、今日の動画のサムネイルに何て言ってるかというと、祝おめでとう清美先生とかっていうのに僕は多分言ってるんですよ。過去の俺はそうしてた。でも今のコリンゴもそうしてる。そうしてますよね。僕もそうなんですよ。そう、だってもう清美先生すごく大好きだし、もうお祝いしたいし、で素直な気持ちを表してるんですよ。祝清美先生おめでとう、あとこれからもよろしくとかね、そういう風な感じで書きたいですけども、一番全く僕のこととか、ね、清美先生のこととかコリンゴさんのこと全く知らない人がそのサムネイル見たときにクリックしたいかなと思うと、誰や清美先生と。祝い、何がお祝いなんだろうみたいな。ほら、疑問、知らない人をお祝いって、もうまさにやれない。遠く行くじゃないですか。あ、待ってって行くじゃないですか。でも、例えば今日の放送を生ライブでズバリ言うわよ。視聴者を霊視とかって書いてると、見たくないでしょ。うん、だってね、そう、はい、この間サティさんの朝ごはんライブに出ていただいたじゃないですか。はいはい、あのサムネイル妊活顔出しで叩かれるみたいな、そんなそうだったよ。見たいやない？見たくなるでしょ。で決して嘘じゃないじゃないですか。本当のことでしょ、それ。本当なんかって自分も驚いちゃったもん。見たくないって思って自分で出てきて見たくなる。それぐらいこう見てる人のことをちょっと考えたらいいんじゃないですかね。これはいただいたね、今ね。これちょっといただいちゃった。じゃあこれ今日の YouTube のコリムさん、これサムネイルってどうしますかね。いや、ほら今ね、反省よ。はいはい、4周年記念とか言っちゃうもん。でもこれ4周年記念だ。何の誰のみたいな。そうそう、誰の何の何の記念やねんってなるんですよね、知らない人はね。そもそもお前のこと知らんから。そうもうこりゃアクネ世代に全然届かない。アクネ世代はニキビのことばしか考えてないから。届かない。どうしよう。さてさて、この放送のタイトルとかつけるとしたらどうします？これだったらどうすれば YouTube チャンネルの登録者数が上がるのかとか。見たい、それ見たい。あなたの YouTube チャンネルの登録者数を上げる方法大公開とか。これいいね。それ来た。何これ、ニューヨークコリンゴラジオ4周年記念ドーンやってる場合じゃないね。そうですね。だからいつまで経っても冷たい石に座ってるんですよ。いや、届く人には届くんですよね。でもコリンゴさんを知ってる人やったら絶対見ると思いますよ。4周年とかって言ったら、おお、見ようと思いますよ。3周年以来やな、見ようと思うじゃないですか。っていうことで、サディスはそういう細かく、こういうそのそれをテクニックをコツコツやっていって、
僕ゲストの方のね、やっぱあの僕もラジオパーソナリティをしててゲストの方のアドバイスをいただいて、それを僕ちょっと試してみたくなるんですよね。で試してみたら、おっ増えたっていう。聞いて。はい。これですよ。だ結構ほら、はい、あのこの私のね YouTube チャンネルってもともとはそのニューヨークコリンゴラジオの、うん、インタビューを流すために作ったんですね。いやこれあのついでなんですね。そのためになんかほらポッドキャストで流したんですけど、ポッドキャスト聞いてないっていう人がいたから、はい、言ってくれと、はい、これねコリンゴさん、僕もねいくつかねデータがあるんですけども、これももちろんゲストの方ですよ。ゲストの方たちに僕もお話をして、ゲストと楽しくお話をしてて得た知識からなんで、多分これ生の声だと思うんですけども、ポッドキャストと YouTube が並んだ場合どっちの方がたくさん見てるかっていうと、ダントツ YouTube なんですよ。Oh my God。 ポッドキャストは機械に詳しくって、まあ、通勤とかそういうことができる方で、まあ、軽やかにジョギングする方とかね、お仕事行くまでの間でこうちょっと安定した声で行くみたいな方、結構ね機械に詳しくて若い方が多いんですよね。ところが YouTube は小学生からおばあちゃんまで、もちろん40代30代50代も全部これカバーしてるから、もうこれ圧倒的に多分僕の感じ方ですけど、これ100倍ぐらいポッドキャストよりも聞いてる人多いんですよね。そうなったら広めたいと思ったらやっぱりみんな使ってるメディアの方がいいじゃないですか。しかも YouTube はほらスマホの中にも行くから、もうその方のお茶の間の玄関脇、もうドカーンってもうその方のハートの前に来るんですよ。でもポッドキャストはダウンロードしないとダメでしょ。前もってダウンロードして、あれ結構ねめんどくさいんですね。僕結構地下に詳しい方なんですよ。新しいもの好きだから。でもポッドキャストはねいつもね途中でやめるんですよね。よめっちゃおもろい放送とかでもやめては、でまたちょっと再開してやめては僕なってたんですよ。なんかねちょっと、感じてた、なんかポッドね人気みんな聞いてねえなっていうのはね、うすうす、まあ、行こう YouTube に行こう。小山さん今日からね4周年の次の放送からも YouTube メインで、 YouTube メインで、まあ、でもさあサティさん、はい、660人つってもねびっくりしたのは、サティさんの朝ごはんに ライブに出たら、はい、620人からいきなり660人よ。おっおサティさん何その力みたいな。いやでもそれはコリンゴさんが面白いからですよ。いやでもね、せっかくサティさんの力を他力本願でサティパワーのためにこんないきなり620人か660人増えたんだけど、毎日撮ってるビデオがさしょぼいわけよ、はい、そんな見たくねえぜっていうのを上げちゃったりなんかしちゃったりしなんかしちゃってるので、うんうん、中にはコアな、うん、あのちょっともう、はい、なんていうのこうディープなのが好きな人はハマってる、はい、ディープな人が少ないわけよ。あの世の中のアングラサリアが少ないってことですね、需要がね。はいはいはい。でそういう人はそのあのしょうもないね、ニューヨーク、はい、ニューヨークってキラキラサティじゃないけどキラキラなあの、はい、大都会じゃないですか。はいはいはい。地味な自分がこうリポートするニューヨーク、はい、ま、それにハマってる人もいるんですけど、はい、大半の人はハマんないんですよね。僕はね提案がありますよ。これは動画よりもこうやってライブ放送の方が面白いんですよ。コリンゴさんのリアクションとか話したことに対するこのキャッチボールがめっちゃおもろいから、そういう人は絶対ライブ放送ですよ。いやでもめっちゃ遠くまで投げるからな、そういう人は、ね、遠くまで拾いに行くから。うそー拾いに行くの。これね僕あの桜子さんっているじゃないですか、まゆともチャンネルの、あの人もすごいチャンネル登録者数よね。あの人すごいんですよ。いや本当にすごくて、あの僕がニューヨークに引っ越ししたのが3年ぐらい前ですよね。で2年間ニューヨークにいて、今サンフランシスコに引っ越してきたんだけども、そのまあニューヨークに引っ越しして、まあ、YouTube とか僕ちょっと本格的にやろうかなと思ってやって、僕もラジオとかやり始めた時になんかねふとまゆともチャンネルっていうのが出てきて、えニューヨーク在住のなんか人にインタビューしてるとかっていうのが出てきて、チャンネル登録者数すでにすごかったんですよ。僕が4000人とかやって、まゆとも姉さんがね6000人とかで、うわすごいなと思って、
で、まあ、そんなまゆとも姉さんで、その後もね、まあ、僕のラジオ出ていただいたりとかいろいろあったりして、お互いこうね、気がついてチャンネル登録者数が一緒に増えていった感じなんですけど、で、ライブ放送を、いや、まゆとも姉さん絶対してみたいですって、まゆとも姉さんってめちゃくちゃ面白くて、噛まないし、滑舌もいいし、さらに頭の回転がいいというか、すごい面白い回しかできるんですよ。お笑い芸人とアナウンサーをこう足してみようっていうような感じなんですけど、もうおすすめしたんですよ、ライブ放送。本当にこれ、まゆとも姉さん絶対これ受けるからって。そして、まゆとも姉さんライブ放送しました。もうすごいですよ、1回のライブ放送の視聴者数が300人とか400人いくんですよ。僕ライブ放送をさせてもらって行くのが大体ね200人ぐらい、150人から200人ぐらい、はい、多くて300人とか行くと400人行くときあるんだけども、まゆとも姉さん安定して350人以上、みんな同時視聴者数が、同時視聴者数よね、このアーカイブ残したの後から見に行くじゃないよね。さらにアーカイブでブワーって出て、まゆとも姉さんライブ放送してからぐわー伸びて、しかもまゆとも姉さんもライブ放送おもろいって言って、今はもうまゆとも姉さんライブ放送もうすっごい精力的に、でも面白いから無理しちゃってるんじゃなくて、ほんまに楽しんで視聴者との会話をめっちゃ楽しんではるんですよ。次はコリンゴさんの出番だよ。出番かな。だから僕たちが温めておいたから、もう道の小道の砂利は私たちが拾っておきましたから。えっ、カッポできんの。そうゴリンゴさんがキャットウォークでお尻プリプリさせながらその上をこうやって歩いていけばいいんですよ。あとは、ま、じゃあレッドカーペットとか引かれちゃってるわけ。そういうことあとは、姉さんが歩くだけじゃないですか。ストリームヤードを使って歩くだけですよ。歩くだけなんだ。そう大丈夫かな。ちょっと誰かオイルさせてあげて、オイル。本当もうなんかいっぱいいっぱいになってきちゃった。いや、そのいっぱい感出せる人も、ね、いないんですよ。やっぱりそういうのは、いや恥ずかしい、噛むの嫌やとかっていう人もいる中で、ポリグさんたっただってあれだもんね、さくらこ姉さん、はい、マジ滑舌良かったよね。めちゃくちゃすごいですよ。才能ある。行きましょう。いやコリングさんこんなこと言ってますよ。実際やったら絶対に、いや、サティさんストリームヤードめっちゃ簡単やんとかって言ってますよ多分。えマジですか。でもそれでその後も悪熱世代もボーン来てるみたいな。多分悪熱世代は静かめでしょ。コリンゴさんってすごい存在感があるのと、なんかね、どうしても注目をせざるを得ないオーラが出てるんですよね。どこら辺に。いや、もう気候子の僕からしたらすごい出てるんですよ。何かしら、だからコリンゴさんほら結構ほら話題になるじゃないですか、ブログとかで。いや、あのね、出しすぎちゃうからね、話題になっちゃうんだよね。そういう人はね、YouTube めっちゃ見てると思いますよ。え？もう出しすぎるぐらいが、もう。だってほら、妊活も顔出ししちゃう。ね、妊活はすごい反響があるのよ。顔出ししてない人も、妊活のブログ書き始めると、ドーン行くのよね。それを顔出しで動画で YouTube でやったら、もうどえらいことですよね。だって自分の YouTube なんて、はい、本当に、1本のビデオ、はい、100人見てるか見てないかよ。ライブ配信じゃないのよ。もう。帰ってこ。はい。本日はここまで。次回はついに YouTube 革命について迫ります。それでは来週もお楽しみに。See you next week! バイバイ!